皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゴーストリコンブレイクポイント遊んでいきましょう。さあ前回についてスキルテックの CEO JS スキルを創作中です。で今日のミッション、これですね。スキルの動向、ミッションタスク、JS スキルを見つける。でからドローンの試験場、フェンボング試験場にいるらしいと、まずそこを見つけていく。でこれがですね、どっち、フェンボング試験場どこだい、タイガー基地じゃなくてこっちか、ここら辺ですね。多分ここだよね。あれですね、フェンボング試験場。今ここにいて、ずーっとこっちか。これそうね。じゃあトラベルしようか。まずトラベル。 JS スキル、津田健次郎さん。最近なんか津田さんね、妙にお声をお聞きしますね、ゲームとかで。デイズゴーン、あとなんだ、デスストランディングと、ゲンちゃん。さあ、ビーバーク。自分ね、恥ずかしながら津田さん、あんまりね、お声聞いたことなかったんですよ。アニメそんなに見ない人間だったんで。このファーザーのパーチ、これ変えようかな。やだな、これ。さあここで、そうね、まずガレージ、車呼べるかな。乗り物、各プレイヤーは乗り物ページから自分の乗り物にアクセスができる。チームで乗り物1台を要請できる。最後に選択した乗り物がチームの乗り物に設定され、ビバークで休息すると付近に配備される。これいいね。じゃあ何、ヘリコプター、これ呼んでいけんの。これで終わりかな、乗り物。よし、で、ヘリになりました。で、それと、どれだっけ、戦闘準備。これか。これやっぱそうね、経験値。これかな。何かを記す。よし。じゃあ、これで行こうか。出発。試験場そこかな、いや違うか、もうちょいそっちね。 1.5 キロですね。でんで、でまずそうね、アサルト、このカスタマイズ、ガンスミスからのアップグレード、これですね。これね、全部の銃器に適用されるみたい、アサルト。どうしようかな、威力アップ、命中精度、射程、射程これ4つか、こっちね、とリロード。これどうしようかな。リロード速度。やっぱそうね、火力かな。威力。で、必要なメタルパーツ4つ。威力がですね、左の、あれわかるかな ?25 から26。1アップ。じゃあ、これでいこう。よし。で、さらに、あ、これさらに使っていけるんだ。射程とかね。じゃあ、どんどん強くなる。よし。射程の、リロード、リロード。よし。だいぶ強くなったね。で、次、アドバンス武器パーツ。これは必要か。持ってない。ということは、スナイパーライフル。これも、あ、できるんだ。よし。ひたすらね、分解してこう、強化する。と、ハンドガン。これもそうね。あ、でもこれメタルパーツか。これいいかな。正直使わないし。と、パッシブボーナス。これは1個だけね。武器を切り替えると威力プラス3。いや、これぶっちゃけディビジョンですね。数字が出てないだけで。で、ベスト。これにして、手でこう引きちぎって、で、それと、スキルポイント。今何ポイント ?1 ポイント。1か。使いたいんだけどどうしようかな。スピードクライマー、レーション。スタミナ回復速度、プラス 40%。これ欲しいんだよな。スタミナ。これ取っていいですか。よし。で、カスタマイズで、この今しパッチね。こいつを捨てよう。どれにしよう。全部ロック中ですね。ここら辺。緩いやつ。じゃあ、そうだね。あ、ウルブズってこれか。前回だかの装備のやつね。血液型。A プラス、A マイナス。RH か。アメリカ。これいこうかな。
よし。これだいぶアメリカンスナイパーっぽいな。クリス・カイル。こんなもんかな。よし。で、ヘリコプター。で、なんか実績解除ね。UBI ポイント。20ポイントゲット。あれね、そう。100ポイント使うとね、新作のゲームがね、2割引きになるんですよ。ただね、めちゃくちゃちっこく書いてあるの。で、知らなかったせいで、定価で買っちまった。1万3000円。やられた、UBI。皆さんぜひ使ってください、UBI ポイント。今700くらいかな、溜まってる。次にそうね、新作出たら買っていきましょう。使っていきましょう。さあ、そこですね。ドローン試験場。フェンボク試験場。ただ、敵おります。まあ、そこをね。で、こう雑に着陸させて、お花を摘んでいきましょう。須田さん、そうね、洋画の吹き替えで全然お見かけしないんで、自分ね、洋画の吹き替え声優フェチなんですよ。フェチというか、オタクというか。そうね、例えばなんかこう、オタクっぽいこと言ってみろっていう風に言われたら、ジョンウ監督のね、フェイスオフって映画がありまして、あれね、吹き替えのバリエーション4つあるんだよね。ソフト版と、フジテレビ版と、テレ朝版と、テレ朝版のね、その2っていう、新録バージョン。新しく撮りましたっていう、4つあってね。で、中でも自分そうですね、フジテレビ版が一番好きです。ここら辺、一人いるんだな。あ、そうそう、こいつじゃない。江原正史さんと大塚芳忠さん。あの組み合わせがね、すごい好きなんですよ。そこのね、中に一人いるのかな多分。ここら辺のね、あ、こいつか。重装兵。と、こっち。あ、まさに試験場ね。ハリボテか。で、そのフジテレビ版一番好きなんだけど、悲しいことにディスクがないんですよね。そういう特殊な吹き替えって、テレビ局の。ここの下、ここら辺に一人いる。ね、どこかな。多分この中なんだよな。なんで、まあその吹き替えがね、どうしても見たいとき、どうするかっていうと、録画するんですよ、テレビを。で、ハードディスクの中に撮っとくっていう。よし、ここに一人いた。で、さらに一人。寄りすぎるとまずい。あと司令塔か。ここら辺ね。そこに装備。これドローンの範囲だいぶ広くなったね。前作に比べて。めちゃくちゃ飛んでいける。ここに二人。で、それプラス、こっち。ここら辺に。よし。OK です。さあ全員。これどうしようかな。じゃあ片っ端から成敗しましょうか。まずそこに一人。ただ入っていけない。ああ、これこうなってるんだ。高圧電線とかでもない。お疲れさんです。ね、そこの中にまあヘリで入っていくっていう作戦もいいよね。あ、乗り越える。よし、いた。多いな。そう、このゲーム前回のパート見るとね、結構ヌルゲーっぽく見えたと思うんですけど、実はね、結構難しくて、至近距離の打ち合いになるとね、結構死にます。溶かされる一瞬で。無理をして AR で愛と、そこに機械のやつ。よし、でぶっ飛ぶ。重装兵と左の人。ああ、でもこれ結構警戒されるんだ。マジか。これちょっと困ったな。一斉に来る。まあいいんだけど、殺せばよかろう。いるぞ、ここに。よし、あいつは顔面。顔面でないと通りません。で、左に情報がある。よし。
1マップ結構広いからね。これ探索して今日終わりかな、もしかして。で、陽動グレネード、あ、そうそう、これ使っていきたいんだ、陽動グレネード。さあ、情報調査、よし、居場所か。スケールはこの辺りでドローンを起動したのか。ドローンに追跡可能な GPS カードが入ってるはずだ。そこに1匹、あ、2匹いた。大丈夫、そこの壁の裏、パーツが欲しい。さあ、キャップ、40レベルのキャップってなんやねんと思うんだけど、まあ、強いんだな、このキャップは。で、ここに情報があって調査で、野市、よーし、野市大事、飛んでいける、生放送の時に便利、時短になる。あとね、ここに箱あれば1個、この上か。あ、まずいまずいまずい、あぶねえ、今の後ろになんかいた、なんだあれ。ね、なんか飛んでんのかな、ちょっと待ってね、何かがいる、そこに、あれか。こいつ買って、こいつなんだこれ、あ、まずい、こいつやべえやつだ、一旦退避、やべえこれ、思ったより硬かった。くわ、 EMP グレネードないか、陽動ガス、こういう時にちょっと弱いね、アサルト。マジ彼だいぶ硬かったな。で、まだいる、プラス情報持ってる、あれをどう崩すか。フラグも多分そんなまともにね、当たってくんないと思うし。さあ、もうワンマグ分、よし。で、これで敵寄ってくんのかな、バーッと。意外と寄ってこない。よし、専用 AI コア、これ取って、こっからこう上行けんの、行けません。じゃあ、はしごか、こっち。でも、ディビジョンもさ、あれ、なんか現実に即して考えると異常だよね。顔面にマガジン何 ?3 本4本、3本4本ぶち込んで死なない人がいるっていう。あれ、何なんだろうね。ゲーム的ではあるけど。さあ、ブツ。で、ゴミを解体して、これ、その、装備してないやつ以外全部、フル解体っていうメニューが欲しいな。なぜ搭載しない?めんどくないのか。そこに1匹。近接距離タイプ、そう。ショットガン持ってね、わーっとくんの。こいつ。ちょっと待って。あー、ちゃちゃ、ここじゃない、ここじゃない。くわー。スナイパーがそう、いるの分かってたんだけど、ここで報復しよった。じゃあ、ここでこっち、ちょっとこう横移動して、あとね、そこに2人いたんだね、そこね。ここはですね、よし、ぶち抜く。で、中遠距離ならばまず死なない。待て、近距離、なんだ、後ろ、いや、大丈夫か。そう、FPS ね、たまにああいうのあるよね。これ、そうだな。ちょっとこう、横から行こうか。あ、でもこれ、入っていけないのか。離れすぎてる、了解です。そこに1人。
あいつそっち行ったな、マジか。ここで下に行く。さてどうするかな。報復みたい。擬態して考えよう。そこの層後ろに1匹で、陽動グレネードあれ使ってそこら辺かな、呼んでいきたい。さあ擬態してからの車線通るかな。よしで、ここで陽動グレネード、これ使ってみよう。そっち、これどうなんの。ははは、はカゲロウでいうなんか爆竹ね。ただ来てくれません。じゃあここかな。さあ次、そこの層上なんだよね。近い、お声が近いです。味方がやられてる。でここの裏、追跡するんだ。待ってね、どうだこれ。そこの上か、上にいたな。よしで、さらにそこの壁の裏、割と近い。警戒しろ、敵襲だ。あの上か。ケルは俺たちのものだ。邪魔する連中は潰してる。あのなんていうの、ミツカみたいなマークね。でね、ここアイテムがね、物資がすごいいっぱいある。俺も取っとくか。まずこっち、これやっぱ仲間欲しいね。ゲーム的に考えるんだったらさ、そろそろ1人ぐらい欲しくない。多分1人2人3人っていう風に追加されるんじゃない。待ってね、ここのですね、上じゃない。さらに上、こっちか。後ろにいる？危ねえ。今の誰？あー、そっちが慣れか。なかなかに目がいいな。突入、そっち。あそこにいる。よし。さあ、生き取ります。そこはな、ちょっと。当てにくい。じゃあ先に物資、よし。でこれジップラインないの、ここあんじゃない。さあグローブ、このね真下にいるんだよな。そう、真下に一番当てにくいね。そこにいる。スケルは俺たちの。よし。さあこれで周辺の敵一掃しました。次こっち、ここになんかある。ここもね、やっぱ上か。あーですね、上だわ。取るしかない。こういって、そう、ターゲットって誰なそれ。多分スケルだと思うんだけどさ、ターゲットの元ってどこだよ。でお金もらって、そこの上ですね。よし、この探索の感じ、これね前作より楽かな。楽だし見やすい。物はいっぱいあるけど、
さあショットガン。で次そこの上ですね。とこっち右に1個。よし2500円、これ大きいわ。あとね多分それ敵なんだよな、あの雷マーク。でそれとは別にこっち監視塔ね。エレベーター使えないか。ターゲットってどこな。今から行きますって奥の方でしょ。え、これってあの中断とかないよね、さすがに。離れすぎた場合、移動してないと思うもんな。よし、ここで、情報はなし。ないね。ないね。ここからさらに、登って、登って。よし。まず一個。スキルポイントこれ大きいな、マジか。と銃ですね。よし、コンペンセーターライトマシンガン用。あとねそこのまずいあいつにそう重装兵、あれ顔面ぶち抜けるかな。行ってない、行ってないか。いた、よし一発目でパコーンやってぶち抜いた。あとね そこのあれって何、あれ敵じゃないの、発電機か。よし壊していける、なるほどね、学習した。さてさてで大体全員じゃない。でピャーっと降りてターゲット、ターゲットこれどこにいる、ここら辺じゃない、ここ違うもんね。ですね、サブクエだ、ここの奥の方だと思う。しばし待たれよ。でですね、何ターゲット置き去り、いやしてないよ。ちょっとちょっと何これ、リトライする、マジかこれ、またやんの、置き去りにした、いやしてないよね。これとなるとどっかにいたのか。じゃあこれ取ってリトライかな。マジか。今のさすがにちょっとひどくない？よし、これ取って。こうなりますと。よし、これ強い。スナイパーライフル、マークスマン。35から42。よし。でですね、戦略マップ、作戦ボード、これからリトライ、これですね。X ボタン。さあ、再び。あ、これあれか、多分、さっき逃げたのか。騒動起きたから、なるほどね。じゃあ自分が悪い。まず報復して見つからずにあそこまで行く。破壊目標インキュバス、サキュバス、インキュバス、あれない、壊せと。うんーぽいな。ドローン破壊する、了解です。彼がいるっていうわけではない。でそこに一人、よしと。さあ大体全員これでいこう。ドローン破壊する、で GPS カード、プラスドローンごと、そうアイサロこいつを破壊する。よし、ありったけぶち込む。
よし、行ったぞ。あぶねと、後ろから一匹。そう、重装兵ね。多分まったり来ている。あいつな、ちょっと怖いんで、パーッと行ってやっておく。おります。ちょっとこそった、大丈夫で、そこに一人。プラスミツカン来る。さあ、射程物ね。あれはさすがに狙いにくい。左、よし、当たったね。しかしこっちは主人公。さあ、これで情報ゲット。よし、取った。どう ?X 長押しか。くっそ、近い。何かぶっ飛んだ。よし、回収。さあ、これでどうかな。ドローンカード、やったぞ。で、次、アンテナのところに持っていく。あっちらしい、了解です。あ、もう一発。これ殺傷性微妙かな、もしかして。スナイパーライフルね、連射性とかね、微妙に違うはず。よし、さあ、これでアンテナですね。こっちスナイパーライフルどうしようかな。これ変えようかな、さっきのやつ。どうだっけ、35、これか。 M82、 このね、下のゲージ、この3つ、これを取ってるんだけど、ダメージこれはね2倍以上ある。162、今75。じゃあこっちか。よし、なるほどね。こういった選択も必要か。これ大事ね。で、持ってきたね。シリアルキー、このね、どこ、上か。もうちょい、どうだ。ハッキング、よし。で、通信記録、これ見ておこう。フェンボクのアンテナの通信記録、履歴から、ここ最近フェンボク事件場に向けて何度か命令が送られていたことが明らかとなった。発信源は全てポイントゼロと呼ばれる追跡不可能なサーバーとなっている。これ前にあったね、ポイントゼロ。確か1回出てきた。さあ、次、合流地点か。新ポイント。それじゃあ昼と合流して次を考えよう。さあ、ここであの入れ墨ね、入れ墨がすごい。ヒルさん、これがね、どっち、ここら辺らしい。ちょっと遠いね。となったらやっぱヘリかな、そっち。敵のヘリをかっぱらっていきましょう。 1.2キロ。あ、でもね、そっち敵いるんだ。一番最初の層やったやつらね。あ、今何、ヒットしてない、嘘。さあ、今のね、そっち側だったんだけど、多分そこの人じゃない、あいつじゃない、あれあれね、重装兵っぽかったね、今のですよね。結構近いな。困ったな、この土管。何これ。まあ、やってしまおうか。負ける要素はほぼない。あいつ来るのか、こっちに。あと右見るわ。そこに、ここら辺、あ、上かな、いや違うな。おや、これよくわからんな。
ここら辺のね、右にいた。ここら辺って書いてあるんだけど、いなくない？あ、こいつか。存在感を消していた。で、プラスあのドローン来た。あいつはね、放置したいんだけど、スナイパーライフル。あ、ドローンじゃないわ。パレットか。よし、固定タイプ。OK です。さあ、ようやく。最初のあの死んだやつね、あれ何だったんだろう。ちょっと編集で見返してみますね。よくわかんなかった。何が起きたのか。あ、で、すいません。ここね、ガンナー席だ。降りる。ここではなくて、後ろかな？あ、ですね。さあ、飛んでいく。で、1.2 キロ。あれ、ソーラーパネル？もしかして。あ、ですね。全部そうだわ。ソーラーパネル。結構ね、詐欺に疲れることも多いみたい。ソーラーパネル。土地を使って設置しませんかつって。で、最初にね、すごい費用を請求されるの。例えば、1000万とかね。で、こう、ずっと使ってれば電気代をそのうちペイできますよっていう。1000万円分。ただやっぱね、台風とか、自然災害とかさ、故障とかするみたいね。経年劣化とか。で、そこでさらに修理費がかかると。これ、湿地帯か。で、武器の収容し。そこにね、多分できると思うんだよな。多分そこら辺だ。ただ見えない。あそこら辺か。よし。見えた。さらば。よし。肉片になりました。で、それと、こっから、X ボタン。確かパラシュートができたはず。やってみよう。一応ちゃんとね、コードを稼いで、X。で、A ボタン、パラシュート。おーし、初パラシュート。で、そこですね。やってきたで、これ。こっちのね、もうちょい、そう。よし。で、先にそっち、アイテム。こうかな。こう登って。そうです。これ何かな？ブーツ。スチール2ブーツ。鉄板入ってるのか。つま先に。ジョサイア、これは？何人か見つけた。ジョンソン、ウィーバー、いい奴らだった。ウォーカーの狙いは何なんだ？狂ったんだ。例のボーンの一件以来な。あの時止めていれば。あれはボーンがクズだった。ああ。だが、ああなるべきではなかった。何の真似だ？いや、俺。撃たれるんじゃないかと思って。ここは味方の村だぞ、ボーン。村人協力者だ。女が武器を、銃を持って。ならどこに銃があるんだ。ほら、武器を持ってる。なあ、仕方なかったんだ。最悪だな。終わりだな。これ以上俺の時間を無駄にするな。待て、おかしいだろ。やったのはお前だ。違う、お前のせいだ。いつも俺をバカにして。おいおい、
お前は間違ってる。クソ、父さんが絶対に黙っていないぞ。このウジ虫が父親に泣きつくのか。そういうことか。問題を起こすたびに誰かに責任をなすりつけて逃げるんだな。それで危なくなったらバカみてえに父親が助けに来てくれるのを待つってか。言っておくが、父親はここにいねえぞ。うるせえ、俺は優秀だ、優秀な兵士なんだ。てめえは何一つ価値のないクズだ。待て待て、そこまでだ。ボン、その武器を渡せ。ほら。ウォーカー、もううんざりだ。ウォーカー、何のつもりだ。こいつはすでに、これで終わった。それにこのクズを殺せなかったら俺たちが村から狙われる。正気か、ウォーカあとは知ってるな。あんたは証言せず、ウォーカーをかばった。証言すべきだった。そうすればこんな状況になんて。いや、それで合ってる。死んだ部下にもそう言ってくれ。スケルの手がかりは？こっちはこれを見つけた。さっきの戦争犯罪に当たるのかな。女性を襲おうとしたんだ。で、新情報、地下施設に関するメール。エド、例の解体作業のことで悩みの種が尽きない。今後もポイントゼロの地下研究室で極秘裏に研究を続ける必要がある。施設の地下構造の安全性を常にチェックしておいてくれ。中には誰も入れてはいけないよ。修理が必要なら支給した修理用のドローンを使ってくれ。でした。こっち。とにかく他の人間は一切関与させてはいけない。アンナ・ピューリア・ジョアンナ・ジリコにもこの件は絶対に秘密にしておいてくれ。私の心情を君が理解してくれることを願う。ジェイス・スケル。なんか裏があるのか、さらに。よし。地下研究室はまだ無事なはずだ。調べに向かおう。いや、俺はウォーカーの兵を追う。目的を突き止めたい。たとえ馴染みの顔でも味方だとは思うな。お前もな。またここで合流しよう。さあ、これでミッションクリアかな。よし、レベルアップ。ミッションクリアではない、いや、じゃないかな。あ、ですね。よし、さあミッションクリア。次、地下研究室出るかな。ミッション出ましたね。敵の敵でピン止めする。次、スケル財団本社に到達する。これがですね、こっちか、ここら辺らしい。ジェイス・スケルはセンティネルの追っ手から逃れ、秘密の研究室に潜んでいる。だが捕まるのは時間の問題だろう。できるだけ早く彼を発見してヘルホンに避難させなければならないというもの。さあどうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回のパートで、このミッションね、攻略していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。
ではね、また次回ゴーストリコンブレイクポイントでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。